いやー悔しいです。まあ今大然がいろいろお礼を言ったんで、まあ繰り返すことはしないですけど、もちろん僕も皆さんに本当に感謝してます。ただシーズン始まる頃、3月の時点では今のような実力はトップチームにはなかったと僕は思ってます。で、着実に成長をしているその選手たち、その成長をいつもこうグラウンドで助けてくれているそのサポーター、いつも一緒に戦ってくれて本当にありがとうございます。勝ちたいんで、来年は本当に勝負できるような体制をしっかりと整えたいと思ってます。まあ、僕社長になってから、まあ、7ヶ月、8ヶ月ぐらいですかね、改めて魅力のあるクラブだというふうに感じてます。ただまあ僕ら選手たち、ここにいるサポーターがいつもその応援をしてくれて、それだけでも十分魅力的なんですけど、もっと魅力的にならないと勝てないと思います。みんなのやっぱり地域にあるみんなのチームなので、みんなで強くなっていきましょう。本当に悔しいですけど、来年もう一回、もう今からみんなで作っていきましょう。ありがとうございました。本当に皆さん1年間ありがとうございました。